ハートをつなごう学校のサイトをご覧の皆さん、こんにちは。島田明と申します。僕は今、ゲイということを、オープンにしながら、ドキュメンタリー映画を作ったりですとか、あとはセクシャルマイノリティと、その友人たちをつなぐ、レインボーアクションという、活動団体の代表をしたりしています。ですね、僕は自分がゲイだっていうふうに気づいたのは、小学校6年生ぐらいから気づいていたんですが、それを人を好きになるっていうような行為だというふうに自分で思えずに、ずっと20代の後半まで過ごしたという、経験があります。20代の後半に30代が迫ってくるに従って、なんか周りの人たちが恋愛をしたりとか、楽しそうにしているのに自分がそういうことを全くしていないということがすごく、気持ち悪くなって、で人と出会うようにしてみて、いろんな人と出会う中で、こういう存在っていていいんだっていうふうに思って、男性として男性を好きになるという自分をようやく肯定することができました。僕みたいに長く時間がかかる人というのも結構いますので、もし今悩んでる方いらっしゃるかと思うんですけれども、すぐに周りに受け入れられたりとか、あとは、自分のことをすぐに受け入れられないということに悩む必要はないと思います。長い人もいっぱいいます。なので安心してください。で、今僕はどういうことをしているかというと、2011年3月11日の東日本大震災で、被災地としてかなり大変な状況にあった福島県いわき市にいる性同一性障害の人ですとか、同性愛者とか、あとその友人たちが交流会を持っている場があるんですけれども、そこを今1年以上継続して取材をさせてもらっていて、今は浪江町というところから避難を強いられているMTF のトランスジェンダーの人を取材しています。そういう中で、ただでさえ緊急時でみんなが大変な思いをしている中で、セクシャルマイノリティとか性同一性障害である自分っていうのを、家族に言えていなかったりとか、周囲の地域の人に言えてなかったり、学校で先生とかがなかなか理解がなかったり、そういうことで避難所とか仮設住宅でそういう自分であるということをなかなか表面化できないまま過ごした経験をした人たちの話とかを聞いているんですけれども、きっとこういうことというのは今までの災害時にもあったことでしょうし、でこれからも起こりうることだと思っています。で、今せっかくそういう人たちと出会って撮影することができているので、このチャンスをなんとか生かして、セクシャルマイノリティとか性同一性障害の当事者の視点で、その当事者から見える世界で当事者が感じることというのをより多くの人に知ってもらいたいし、当事者同士もそれを知り合っていろんな人たちがいるということをみんなで分かっていくような活動ができたらと思っています。今自分が何かしたいことが見つからないとか、それで自己授業できないとかいう人もいるかと思うんですね。で、僕も結構自分がそういうドキュメンタリー映画を撮っていこうというふうに見つけられるまでは、例えば演劇をやったりですとか、学生時代はブラスバンドをやっていたりとか、今からすると全然違うことをやっていたりしました。でも今は思うんですけれども、映画撮りながらその音楽をやっていたことですとか、あとは演劇をやっていろんな人を演じてみたりしたことというのが、今撮影をしながらそのカメラの前でその人を撮るときにどういうふうな気持ちになってもらったらというふうにちょっと演出をしたりとか、ちょっと気持ちをこう楽にしてもらうためにというときに演劇の経験、ブラスバンドの経験が生きていたりとかしますので、後になってどういうふうにつながってくるかというのは結構わからないものなんです。で、そういうものが統合されたときにすごく面白い経験ができるかもしれないので、なんか今ということで自分を判断しないで、できれば、そういう、悩んでいる自分で悩んでいる時だからこそ、もしかしたら偶然出会えるものがあるかもしれない、そういうふうに思って、日々を過ごしてみてください。で、僕も結構本当に今から振り返ると悩んでいた日々というのはありましたけれども、僕の場合はその悩んでるということ自体を自分で認めたくないので、常にいろんなことを集中して忙しくしていました。
でもその忙しくしていて自分のことをあんまり考えないようにしていたことが結構後々になってみて、すごく糸の切れたタコみたいな状況になったというか、挫折感を味わった時にその自分の軸ってどこにあるんだろうというふうに悩んだことがあるんです。でも今考えるとその時にゲイである自分っていうことから逃げていたっていうことに気づいて、一度ちゃんとそこに向き合ってみようか、でそこで向き合ってみたことが今そのゲイである視点から映像作品を作ろうというふうな活動につながったりしてるんですね。そういう自分の経験から思うんですけれども、後でどういうふうにその時々の経験というのはつながってくるかというのはわからないです。でその時の自分にもわからないです。でもとにかく諦めないで、何か諦めないでっていう言い方もちょっと強制になっちゃうからあんまり好きじゃないんですけどね、あんまり力まないで自分を追い込まないようにしながら、きっとそのうちこれが自分の生まれてきてやりたいことかもしれないということに出会うかもしれないですし、それに出会わなかったとしても出会わなきゃいけないとか何々しなきゃいけないっていうような強制を感じているとしたら、ちょっとそれを取っ払ってみてください。なんかセクシャルマイノリティの活動に関わっていながらすごく思うのが、こうでなきゃいけないとか人はこういうふうに生きなきゃいけないっていうふうに世間というのはすごく答えを出そうと出させようという強制力を働かせてくると思います。でそれがやっぱり男は男らしく女は女らしく、例えばそれがセクシャルマイノリティとして自分を受け入れた後にはゲイはゲイらしくレズビアンはレズビアンらしくトランスジェンダーはトランスジェンダーらしくとか、そういうことっていうのがそのコミュニティの人と出会うともしかしたら感じられるかもしれない。でそこに行ったことによってまた自分がハマらないと思って、あ違うんだやっぱり自分はダメなんだって思うような経験がもしかしたらあるかもしれない。でそれはそのセクシャルマイノリティの界隈だけではなくてそうじゃないところでもあるかもしれないと思うんですが、その時にその周りがそうやって押し付けてくることと自分が合わないことっていうのはいけないことなんじゃなくて、それが当たり前なんだっていうふうに思った方がいいんじゃないかなと僕は思います。一人一人みんな違うわけですから、何々らしいということは合わない方が当たり前というふうに思っています。